ってくらい汗流れてた。この時間にゲーム配信ないの寂しいね。今日はゲーム配信がないからなんか寂しいね。ミカのも思った。でも多分次のこの前撮影したんやけど、ゲーム実況を次のが多分もうすぐ上がると思う。分からんけどだから楽しみにしといて。ゲスト誰なん、誰でしょう。そう、そのね、この前撮影したやつは某阿部さんと某ゲストで3人でゲストを迎えて、初めて3人でねやったから、そうそうそう、楽しかった、めっちゃ楽しかった。某阿部さんとね、某ゲストさんを迎えて楽しかったよ。3人で。みんなあの昨日の小さな世界やっけ、間違い探し見てくれましたか。ミカの毎回自分でちゃんと見てるから、できる、見れる時はリアルタイムで見てる、見れん時は後から見てる。あの間違い探しね、そう、あのむずいステージがめっちゃイライラした早朝で眠いし頭働かんし分からんし、いざ分かった時はそんなとこかいって悔しかった。阿部さんと仲良くなりました。仲、あのね、そもそもね仲良かったのよ、あのオーディションの時とか。なんなら一番仲良、一番、まあ、1、2番くらい仲良かったっていうか、まあ、ミカナがね一方的に言ってて、バカなに。オーディションの時は、オーディションの時は結構ねミカナの片思いやって、片思いっていうかミカナがグイグイ言ってて、若菜も好きって言ってくれてて、ミカナが本当に若菜可愛いって思ってめっちゃグイグイ言っとって、でなんかチーム離れた、入ってからもまあ仲良かったけどチーム離れたりしてて全然話す時なくて、でそんような距離感でのインサイド でそこから鉄砲隊とかあったりしてめっちゃ仲良くなって、今はね本当についさっきもあの連絡取ってた。本当にこの配信する前に若菜に送って始めたってくらい仲いい。ミカナって狙い定まるとグイグイいくよね。おお、よう分かってるやん。そう、狙い定めたら絶対にもう射止めるまで絶対に行くから若菜もね、もうなんか若菜がその、ちょ、若菜の話ばっかしてんな若菜がすごいなんか HKT さんの12秒を踊っとる時に、若菜のチームが12秒踊っててその練習をしとるところを見て、うわめっちゃ可愛いやんと思って、あの子めっちゃ可愛いやんと思って、なんかすごいね一生懸命練習してるところを見てねグッときて、あもうもうこれは仲良くなると思って、もう行ったんねんって思って行って、めっちゃグイグイ行ってた。ずっと難しい。なんでマスク、メイクしてないから目しか。CM の予約した、ありがとう。
みんな CM Now 予約してくれましたか？あの特装版で表紙させてもらうもらっとって、なのでね、お願いします。めっちゃ嬉しい。若菜といつも何の話するの？若菜とはいろんな話、めっちゃいろんな話するね。そのいろんなが何ってことやな。いろんな話します。CM Now はすごいあの楽しかった。撮影、あのね、やめとこ言わんとこダメだ。白い服めっちゃ好きだった。あれベージュかな、可愛いよねあの服。明日ミカニャン的にはどの曲が見どころですか？見どころはやっぱり曲とかじゃなくて、チヒさんの目がどこで落ちるか、チヒさんの目がどこまで開くかっていう、ね、さっきもこの茶番したんですけど、インスタライブでなんか言いかけてさ、やめとこうって言われたらめっちゃ気になるよね。ごめん、でも言っちゃダメなことやからごめん。気になるよね、やめとこうって言われたら、なんやねんって、じゃあ言うなよって初めから。ミカニャの目落ちないんですか？ミカのは落ちんよ。落ちるのはチヒさんだけで十分。そんなね、あのステージ上に目いっぱいゴロゴロ落ちてたらさすがに怖いから。てかめっちゃどうでもいい話するんやけどさ、昔さ、本当に昔さ、お母さんとさ、お姉ちゃんとさ、お母さんのお姉ちゃん、まあだからいとこの親とご飯4人で食べててさ、なんか話してる時に、多分親がなんか普通にまあ表情で目見開いて、普通に会話の途中で、でお姉ちゃんが「わ今目落ちそうやったで」っつって「目飛び出すかと思った」みたいな言って、みかんなんかそれで死ぬほど笑って。なんか知らんけどめっちゃおもろくて死ぬほど笑って水吹き出したっていう、それだけ。なんか漫画家のように水吹き出しちゃった。で前にいた親の顔にさらに目飛び出るわって水かけられたっていう、それだけなんやけど、はい、どうでもいいね。ミカニャの目透明感すごくてキラキラして純度なんじゃ、嘘やん、よう目死んでるって言われるよ。もうね、漫画でしか見たことないよ、あの吹き出し方しちゃって一生忘れない。めっちゃ前の話だけどね、小学生とか中学生とか。眉マスカラしてますか？今日はしてない、今日はしてない、いつもはしてる。そう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 、エビチリもびっくり。どういうこと？エビチリ、そう、あのヒラパーとのコラボみたいなやつが発表されてましたけど、マジで言ってほしい。
ひらぱーさんとのコラボみたいな感じで、なんかあの VR 胸キュン VR みたいな感じのとか、ツーショットが撮れるみたいなやつとかいろいろあるっぽい。 NMB の特設アトラクション的な感じで、めっちゃ嬉しい。どんなシチュエーション？それはね、それは体験してからのお楽しみ。そう、プリもね取れるから一緒にプリ取ろうな。樹海村見ました？見てない。樹海村ってもうやってんの？ CM めっちゃ見る最近、あれの。そう、胸キュン VR、 V、 そう本当にやってほしい。楽しかった。今日やっとブブカ買いました、ありがとう。ミカナのお気に入りはガリガリ君食べとるカット。絶叫乗れなくてもヒラッパーいけるかな。いけると思う。ヒラッパーはあのすごい子供も楽しめる、子供から大人まで楽しめる感じの場所やから、ちっちゃい子でも楽しめる場所やからいけると思う。ヒラパーは近すぎてもはや庭なので楽しみです。マジヒラパー庭は強いね。でもなんかあんまり行ってねって言いづらいところはあるけど、でも3月からやからね。ミカには絶叫系のアトラクション好き。大好き。なんか絶叫したことないんよね。絶叫アトラクションで絶叫したことなくてさ、もっと欲しいってなっちゃう。なんかもこれだけかってなっちゃう。から強い方やと思う。でもさ、富士急行ったことなくてさ、行ってみたいんよね。なんかあんまりさ、なんか絶叫無理みたいなのがよくわからんくてさ、なんで無理なんやろうって、なんか何が怖いんって思っちゃう。何が怖い。富士山めっちゃ怖い。何それ、富士急にあるやつ。富士急行ったことないから行ってみたい。でもバンジーは多分あれやと思うな。バンジーはまた違う怖さやから、それは怖いんじゃない。てかミカのホラーとかもあんま怖くないからさ、でも怖いっていう
感情どっかに捨ててきたんかな怖いって思うけど、いや怖いって感情はあるのよ。でもそのホラー映画とか絶叫マシーンとかで怖いとはあんまり思わん、思うけどなんか冷静になっちゃう。ホラーとかもさ、まあ、フィクションやしってアトラクションもまあ死なんしってウェーイってなる一番怖いのは虫。いやでもね、怖いって感情はあるのよ、ちゃんと。だって全て怖いもん、この世の全てこの世の全てが怖くて仕方ないけど、でもホラーとか絶叫系とかそういうのは怖くない？虫マジ無理。この前さ、めっちゃ虫がおる夢見てさ、本当に起きなんかもう怖やばかった。起きてさ、なんかもうやばかった。ゾゾゾゾってマジで怖かった。すごいリアルやったし。虫って本当に無理なんで、なんなんやろうね。なんでさ、人間もさ、動物もさ、虫もさ同じなのに、なんで虫だけあんな怖いんやろうな。虫ってだけで不思議。虫番組とかで食べたことない？あるよ、夕方 NMB かな、確か。え、なんかさ、虫をさ嫌う理由がさ、ま、絶対見た目やん。手さ、もうめっちゃなんか、めっちゃなんかさ嫌なんよね見た目で嫌うってさ、理由になってないやん。嫌う理由になってないからさ、なんかだからね、申し訳ない。アイドルって虫食べ過ぎじゃない確かに、確かにね、アイドルって虫食べ過ぎよな。本職、虫食べるの本職みたいな。でも虫からしたら人間ってどうなんやろうな。なんかよく思うのよ、ペットとして可愛がっとるさ、まあ、犬とか猫とかそういうのをさ、それがペットとして可愛いものって誰が決めたんって感じじゃん。とかさ、嫌われとる虫とかゴキブリとかが嫌いってさ、誰が決めたん。もうみんなが嫌ってるから、みんなが汚いって言ってるから、汚い嫌いっていう固定概念で嫌ってるだけなんじゃないか。もしその立場が逆、ゴキブリペットで飼ってるかもしれんし、ゴキブリだって本当は汚いところに行きたくないかもしれんし、ペットとして可愛がれるもんなら、可愛がられるもんならそういう生活したいかもしれんし、そういう立ち位置ポジションになっちゃったから、そこでの生活になってるだけで、
ゴキブリさんだって。ネズミとかも汚いとこに、別にどっちか選べってなったら普通にペットとして生きたいし、人間に飼われて。でもそのネズミの生活が汚い場所になってるから、そこでの生活になってるだけで。やからさ、もしそれがさ、ネズミとかさ、ゴキブリとかそういう嫌われ動物がさ、犬とかの立場になってた可能性だってなきにしもあらずじゃない。で、逆に犬とかがめちゃめちゃ嫌われる動物やった可能性だってあるわけでさ。違う？って思ったら、全ての動物、全ての生き物可愛いなって思うし、でも逆に無理やなともなる。ってめっちゃ思うんよね、みかな。動物見て可愛いなと思うけど、犬とか猫とかウサギとか。でも、あ、これって本当に本当に可愛いのかみたいな。なりません？これミカナだけ？めっちゃ思うよね。めっちゃ思う。すごくわかる。分かってくれる？え、これさ、これミカナだけなの？こうやって思うの。みんななんか考えたこと一回くらいはあるもんやと思ってたんやけど。難しい。ピンク珍しいね。この前さ、この服買ったサイトでさ、このビビットピンク、ショッキングピンクのこんな色の服を3着買って、それを買うときにスミレとひなちょと一緒にいて、そのこの色の服しか、その3着しか買ってなくて、見てこれ全部同じ色っつったら、え、何が違うんって言われた。全部一緒やねんけどって言われた。ちゃうねんちゃうねんって。明日ピンクのペンライト振ればいい。そう、明日はピンクでお願いします。いや、もう逆にそのひなちゃんとかすみれが着てる服一緒に見えるからなって。そういうもんよね。でも自分の好みじゃない服ってそう見えちゃうよね。一緒に見えちゃうよね。まあ一緒に見えてないけど、別にすみれとひなちゃんが着てる服、そういうことですよね。でも平パーでスーちゃんのこと何回も可愛いって言ったらしい。あ、言った言った。その平パーの撮影の時もスミレめっちゃ可愛くて、衣装とかも似合っとったから可愛いって言って。てか明日ですよ、ナンバトルの。ほんま明日や。もう
やん。ミカにはバスケできたりする？できん。なんで？明日ですよ。明日行くぞ。本当に来てくれる？明日行くよって。マジ？うわ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 。なんかリハ期間長かったのに短かったな。外れた、外れた人は DMM で見てください。今日の絵はティーチャーティーチャールビー Don't look back。 トゥ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 。道はいつだって険しい。配信で見ます。見てください。やばいな、早起きできるかな明日。まあするんですけど、早起き。あざめっちゃできたらしいね。そう、膝があざまみれだよ。膝がもうすごい。今何時ですか？なんだかんだ朝強そう。朝はめっちゃ強い。本当に朝は強いね。目覚ましで起きん人が本当に理解できん。なってるやん、起きてって思う。目覚まし鳴ってもさ、何回もアラーム鳴ってさ、何回も何度でもする人おるやん、止めて。あのホテルとかでさ、同じ部屋メンバーとかさやったりしてさ、そういうメンバーとかおるしさ、おるけどさ、なってますよって思う。それあなたが昨日の夜かけたやつですよ、起きるためのものですよって。何を寝とんねんって思う。起きるためにかけたやつでしょって。自分が不思議なんよね。あのなんで起きんの、起きればいいだけやん。まあそれが難しいのは分かってるよ、分かってるけど、朝は眠たいから。でもミカノはもう目覚ましが鳴った瞬間に、一応あの日によるけど、あの早起きとかするときはアラーム2つかけてんのよ。でまあ初めの1つ目の鳴った瞬間に起きるから、それでその2つを止めて起きます、一瞬で。でもね、低血圧やから弱いはずなんやけどね。血圧低いから。みんな携帯のブーって音で起きちゃったりするから、だからあの通知とかこういうようにしてるけど、通知音で起きちゃったりするから
めっちゃめっちゃ起きやすい眠りやすいんかな。なんか前もこんな話したけど、え、今何時ってか聞いたけど誰か言ってくれたかな。今何時やろう、50分、21時50分 OK ありがとう OK ありがとう。10時くらいになったら終わりますね。22時くらいになったら。明日の意気込み明日の意気込み明日の意気込み、明日は明日の意気込み、頑張ります。緊張はしてない別に。緊張はしてない何を頑張りますか、何を頑張る、楽しみます。もうなんかって感じ、むきーって感じ公演の初日の前ってとかは別にどうしたんって言ってるけど、公演の初日の前とかはそんな感じです。毎回ライブ前とかもね、ライブ前は時によるけど、今初めてみんなの前でそういう感情をあらわにしただけであって、公演の初日公演の前とかはもうって感じ。向き、ちょっと時間止まってくれんかな、本当に考えさせてほしい、いろいろえ、本当にあんの、本当にやんの明日、え、本当に明日ですか本番。またまたそんな冗談やめてくださいよ、そんな笑えないっすよ、そんな冗談やめましょう、そういう面白くないですよ。ねえ、とか言ってるけど本当にとか言ってるけどちゃんと考えたら別にあやるだけやしってなるよね。ウィスって、ウィス明日早起きするだけやし、早起きして
行くだけやし、歌って踊るだけやし、 MC するだけやし、やるだけやし、別に何考え、何も考えんでいいやって、やるだけやし、ウィスってやってきますって、とりあえず寝ますってなるんですよ、いつもね。うわマジで明日かってなっても、あまあやるだけやしって、まあ実際やったら楽しいし、本番だったら超楽しいし、終わったら達成感やばいし、まあやるだけやしってうっすってなるんすよね。ミカにはファンさ多くて嬉しい、マジ。もうね、公演は楽しいからね、いっぱいサービスしちゃう。愛席食堂見て元気出して元気出るわ愛席食堂は。ちょっと待て、ちょっとランキング読みますね。13位ゆうくん、12位マリア超ガチ恋久男さん、11位エレンちゃん、10位読めねー、読めない、ごめんね、ありがとう。9位ロングソードさん、8位金魚さん、7位山俊さん、6位山ちゃんさん、5位久人さん、4位ゴンちゃんさん、3位カミュさん、2位ミカの大好きさん、1位山本涼瑠さんです。ありがとう。はい、スクショしといて。ウィンク、はい、ありがとうございました。じゃあね、明日は DMM、 あのこう劇場来ない人は DMM 見てください、お願いします。バイバーイ、ありがとう。